ホフマンパズル27個の合同な脳型体を箱に詰める箱詰めパズルは立体パズルの一種脳型体や円柱型などの容器に立体的なピースを上手に詰めて容器の中にすべて入れるようなものを指す容器が存在しなくても完成型が脳型体や角錐などの容易に想像できる形のものはこの範疇に含めるボリオミノのように 複数の立方体を面同士でつなぎ合わせて作った形を総称してポリキューブと呼ぶ。これらの内から特定の条件を持つものを選び出して、それらを与えられた脳型体に詰めるパズルがある。主なものになどがある。ペンタキューブは29辺あるが、このうち333に入らない4辺を除いた25辺で立方体を作ることができる。 辺の長さがそれぞれ違うが近い数字となっている27個の脳型体を、その辺の長さの合計に等しい立方体に詰めるパズル。吉川原信之の監修により、東洋ガラスから発売されていた一連の作品。食べ物を模したピースを、グラスの中にすべて詰めるのが目的である。最初に発売されたのは梅干しを詰める、梅エック詰めてであり、その後氷とウイスキーを入れるものや、 輪切りのパイナップルを詰めるものなど様々なコンセプトの商品が考案された。2010年現在、一部の作品がビバリーから発売されている。ありがとうございます。